お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、最近ね、ちょっとこう使われなくなった悲しいカードがいるんですよ。なんかちょっと前に修正されてね、うわこいつ強えわ、ぶっ壊れやとか言われて騒がれたのに、こう最近なんかエレジェイがね強化されまして、エレジェイだエレジェイだエレジェイが強えんじゃっていう感じでね、ちょっとかわいそうになったエリババくんね、こいつ勝手に騒がれて勝手になんか静かになってるこの子をね今日使っていこうかなと思います。でただ使ってもちょっとおもんないので、初手端前エリバはね、まあ6コスぐらいから多分スタートするんですけど、クラロワってバトル開始5、6コスかな、もう開始でエリババあったら初手投げてね、ぶっ倒していこうかなと思います。でも初手端前エリババはめちゃくちゃ強いですよこれ。まあ何が強いかって、まず開始直後だとみんなぼーっとしてるっていうのと、あと開始直後だと相手にね、まず陸がない可能性があるんですよ。まあラバデッキだったり、まあゴレデッキとかでも、まあ何でもなんですけど、手札がね、ベビドラとか、メガココとか、まあそういった場合に、僕は6コス、まあヒースピンもつけるんで7コスですかね。はい、7コス攻めます。そしたら相手は、もう7コス以上のコストを割かないと、もう防衛できないんですよ。もうその時点でもう得。はい、というので、理論上ですね。理論上、初手端前エリババ最強説がね、あるんで、ちょっとやっていきます。マッチングしないのはマジでどうにもできないですね。ちょっとマッチングしてほしいですね。で、この2敗はね、なんかラバクロ強くねと思って今、なんかなんとなくラバクロ使ったけど AJ にボコボコにされました。待って、最悪。ごめんなさい。エリババの代わりに初手端前ゴーストしたんで許してください。いや、でも成功した。成功なのか、これは。マジで、エリババやるって言った時にはエリババ初手にくれないんですよね。まあ辛いところではありますが、まあ今回来ましたよ皆さん。これこいつのせいで最近このエリババが輝けないんですよ。まあいいのか悪いのかも難しいところなんですけど、この多分エレジアイだと思うんですけどね、ダックプリベビーアイスイズやライト、いやー来た、君のせいだよ、君のせいで、ここ最近ね、こうちょっと前まですごい大人気だったエリババ。もうピークは終わったよ。お前には用がねえよと言わんばかりに捨てられたね。このカードを私は救ってあげます。さあ、ここもぶっ破して、なんなら突破しちゃおうかな。で、ヒースピまで添えます。来た。はい、もうね、これですよ。これ。エリババ走れからの、あ、ゴーストが回復しないが、いや、待って、めっちゃ強い。はい。やばくないですか？いや、でもこうなんですよ。マジで。皆さん最近、エリゼが強い。LJ がやばいってこう叫んでやねえな。うん？なんか言ってますけど。ほら、え？終わっちゃったよ。そうなんですよ。皆さん騙されてます。LJ じゃないです。エリババです。別に僕エリババめっちゃ好きとかでも何でもないですからね。ごめんなさい。ただ強えんじゃねえと思ってやってるだけなんで。あって、初手端前エリババがねえからゴーストで許して。やばくない？さっきから。この、初手エリババやりますよっていう企画なのに、初手エリババが来ないっていう、いじめ、謎のいじめにあってますが。あ、これさては、回復することによって時間を稼げて、いやん。あ、なんか今日はね、ちょっとイケイケでね、はい、攻めていきたいなと。待って、ジャイアントグレーブヤードって書いてる。うん、でもナイト出てきたな。まあ。なんでもね、頑張りましょう。相手のカードは、ナイトとゴーストでしたね。ロイジャイ？ナイト、ゴースト、なんだこれ、やり込む、あ、オールブレイカーでしたね。ゴーストは俺だな。ナイト、やり込む。相手なんか苦しそうですね。そろそろこれは、もう陸ぶっぱの、いっちゃいますか。いっちゃえ、エリババ。で、後ろにヒースピ添えてあげたら、なんかね、あー、ウッドからいいですね。いい防衛ですね。あ、ディガーだったのか。さっき、忘れてた、なんか出てきたやつだ。うわ、めっちゃいい。で、次、まあ、ディガはないけど、端前単体ウォールブレーカーぐらいなら来ますね。言うのぐらい構えといてあげます。しっさ、今回は、相手は、ウォールブレーカーデッキ、エリババがね、これはもう鍵を握ってると言っても、あながち間違ってはないですね。まあ、陸がいたら絶対きついので、ほら、あれもマジアチャリ抜くだけですね。まあ、もしかしたらバレてますけど。よいしょ。いや、これで、まあ、5を、いや、めっちゃエムいな。ゴースト強い。オッケー。で、
今ディガーまたね防衛されたの。あれだもうディガーを上に下がないと守れないって言ってるんでね今。はい、苦しんでます。もうとりあえず最強セパります。エリババの強みはね、2体同時に出したらめっちゃ軽く出るんですよ。だからロイとかグラとかの防衛に優秀なのに、セパレートもできるから様子見だったりとか、なんか相手のカードに合わせて対応ができるっていうね、この贅沢なね使い方ができちゃうわけなんですよこの子は。またさあボム咲いたぞ。うん、なんか相手暇してんな。でワンチャンこれファイ読みファイブとか来るかもしれない。マジアチ読みファイブとか来なかった、ごめんなさいそんなことしてくるわけねえだろっていう。あ、これワンチャン、いやめっちゃうまい。佐藤めっちゃうまい。これ来たな、来たぞ。フィーバータイムが来る。でムートも追加の、これにユーノを追加とかしてあげて、しかもねこれ走らせユーノで、えピピピッ、ピピピッピピピッ、あれ相手の防衛がちょっとうめえんだけど、なんならやばい。さあなんならやばいが、エレババーケツセパーなんか今って感じですね。いやでもあれお前優秀か。よしよし。さあでボムをマジアチに抜きたいからの、もうムート追加のユーノ追加のもうブッパですよね、いわば。でこれやりゴブしかないが、これあれですね、ワンチャンウッドがある、ウッドがあるからいいタイミング。いや来た、みんな見てこの橋前エリババを、橋前エリババを見るんだ、橋前エリババ、橋前エリババ、お前らならもうちょっとやれる。ああ綺麗に止められた。ちょっと待ってよ、ワンチャンは本当にやばいから、ワンチャンあのエリババとか言ってる場合ちゃうっていう感じですね。これも低めで受けてあげて、よし。あれはマジアチで壊す、まあ多分速攻ファイブが来ますねこういうの。まあいいファイブですね。さあでこのディガーのダメージすら僕は入れたくない。エリババセパしてこれでディガー拾える。むずくなってきましたね、むずくなってきましたね。これムートでこんにちはとかしてあげて、持ってねえかな、これちょっと拾う。いやでもムート残ってるの偉っ。ちょっと待って、これ来たんちゃう、来たんちゃう、来たんちゃう。エリババが来るぞ来るぞ来るぞ、ロッコスエリババジャキーンからの、これも左のムートが実は入るんですね。こう見てみんな右に見てるんですけど、実は僕左しか見てなかったんですね。いや来ましたね、やっぱこの時代は多分これエリジャイだったらもしかしたら負けますね。はい、でもあ分かんない、結構適当ですよ全然、なんなら檻とライトニングあるし、なんならエリジャイでも勝てたかもしれないんですけど、エリババだから勝てた説。いや強くないですか、でも本当に最近マジでエリババの使用率が落ちたというか、でも落ちましたね。エリババ入りのデッキが結構、まあ、いますけど、お、待って、ノックス、これ、セイントベリキンっていう、海外の、プロ選手だと思いますね。さ、ベリキンですね。いや、違うかもしれないけど、なんかあんな R みたいな、R がついてなかった前まで。どうせ打っとくるでしょ。逆サイン流しちゃおう。いや、コカッちゃんでしょ、相手。これ、エリババが大活躍するやつですよ、また。まあ、エリババより多分マジアチの方が活躍するんですけど。あ、ファイブか。ファイブ？うわー、なんか嫌な編成だ、これはまた。嫌な編成だ。このプリンスがね。まあ、プリンスは積極的に言うので受けていきたい。相手スケバレなのに、プリンスがいるっていう。まだなんか新しいですね。バレバレ枯渇にプリンス入れたみたいな。ちょっと面白みのあるデッキでございます。さあ。とりあえずこれ一発入るの嫌だな、だけ取っちゃいます。ナイトでワンチャン目、うん、これまあ後ろからゴーストね、ゴーストの特技は痴漢っていうね。よし、やめてそういうこと言って、あれか YouTube 上あんまよくねえかもお前が言ったんだろ。あ、これロケだな、ロッキーがない。いやエリババ隊長、いや、エリババ強え、マジで。プリンス溶かしてやがる。これあれだな、マジアチェで、あれを溶かしたかった。やばい、待って待って、やばい。待って待って、下手下手下手。急に下手。待って待って待って、エリババ隊長とか言ってる場合じゃない。バカ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 。
これサンコスパレル来るかな。マジアチャでプリンスキアを射抜こうとちょっとしたら、なんかスケバレ蓋されてやばいやばいって感じ。今日なんか僕元気かもしれないけど、別にお酒も飲んでないし、なんならもう眠さマックスですからね。眠さマックスってこれですからね。いやーこれあれだなマジで。これに吹き矢が、こんにちは。いやーこんにちはしちゃうんだよな俺ぐらいになると。挨拶大事ってやつ。なんてこれねプリンスか。これな延命できんのかな。 いらんかそんな延命。エリババ隊長、いや待てよ、一回これ祈った方がいいですね。あと相手のスペルを把握した方がいいかも。これ多分対なんかね考えれば多分勝てるんですよ。気づいたんですけど僕、あのとりあえず適当にしてただけなんで、一回ねそろそろ本番といきましょうか。本番ね、吹きよう、よいしょ。さあ痴漢、神の痴漢。待って俺なんでそんなこと言ってんのさっきから、最悪。はーい疲れてきたよ。でも今からですね、そうあるよ。さあプリンスをね裂いてほしいね。お裂いとこれ攻めたるワンちゃん。いや悩むが一回待つ。いやこれエリババ行っていいな。でこれでアウトローですかね。で U の追加して、いい絶対きつい。いやーお前そっちじゃねえ。いやでもいい、なんならなんなら、いやー待ってエリババ、エリババくん君その程度かい。さあ相手これあれだな、気づいた、バレルがねえんだ。いやあったし、なんやねん、やばい。さあ攻める。いやこれ僕勝ちたいですね、さすがに。あれにリークを使う。でこれにはプリンスが間に合うか、アウトローか。いやだマジアチャ残ってんな。相手これロケないっすね、ロケないなら、ね、この僕のマジアチャにめちゃくちゃ戦ってくるな。うわうまい。あ後ろから殴る特技のゴーストが活躍しないだと。よし、いやマジアチャナイス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 。いやこれあるぞあるぞあるぞ。でエリババ行く。でこれでアウトローか、アウトローを突破しろ。いやー、いやでもギャングかもう一枚出せ。いや出した、これギャング来るぞ。ギャング来ないが、いやめっちゃいいめっちゃいい、回復して、いや来た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 、ワンチャンマジでベリキン説あるこれ。ふいからのタルババ奥です、奥です、あ見て言うので、いやー来ましたね。いやマジでこれ多分あれっすよ皆さん、エレジャイだったらあのプリンスきついし、あの奥のねプリンセスとかホキアもきついんで多分負けてます。いや別にあのエレジャイアンチではないです本当に。ただエリババは信者なだけですね今日は謎に。いやマジで鬼強くないですか、鬼強いっすよね。いやーこれ順調いけますね今日は、エリババで。さあ BAXX さんよろしくお願いします。とりあえずまあなんか、あ待って俺初手エリババはしまやるって言ってたね今日。エリババねゴーストでお願い、やばくないですか。3試合もあったかどうか覚えてないんですけど、マジで初手エリババしたいけど全然ね、これもあの攻めちゃいます。あー相手はもう陸がなくてなくてツラミンゴ。あでも全然入ってね、待って待って待って、やべ、あれムート、ババコヤムートって珍しいですね。うん、ババコヤの最近だったらなんかババコヤのスケラとか、なんかババコヤの親衛隊ロイフグみたいなのとか、まあなんかババコヤ意外といるんですよね今なんですけど、今回相手はババコヤムートとなると、なんかまあクロスも、まあ、ワンチャンあるぐらいかな。クロスと、まあ、なんかババコヤムートスケラとか、なんかわからんっすもう逃げた、わからんっす僕には、あなたのデッキなんて。うん、とりあえずあれにハンター落とすかどうかが悩むな。
落とさなくていいや。これあれだ、ただのババカスケラっすね。ナイトレキビビメガゴかな。ナイトレキメガゴナイト、あれ、あ、ムートだから回転が遅いんだ。なるほどね、ナイトレキビビメガゴのナイトがムートなんですね。ハクハク、おいしい、おいしいのかな、何も分かんないけど、とりあえず陸がタルババとムートだけっていう悲しいことらしいんで、これもゴーストとか飛ばすとき相手からしたら泣きたいやつだと思いますね。さあ、とりあえずなんとなく高めぐらいに置いて、右側に出すとポイズン打たれるんで、いや、これ生きてえが一回盛りますね。で、ババコアは壊れる瞬間ぐらいのババを、これ基本的にこいつらですね、こいつらって言ったらかわいそうだけど、ムートでか、ムートで回収できるとすごいでかいですね。さあ、で、これは、結構うまくない？酔ってるかもしれない、自分に。恥ずかしい、やばい。でもこれ、もう、これだって、ユーノが走って、ユーノが走ってからの、ムートも、なんか、血を這う。よし。で、これなんか、いやー、このヒースピアなんかそんなうまくねえな。いやー、ペース、イズラッティンですね。完璧まだですね。で、まあ、ババコヤを裂いたので、あ、裂いてないので、一旦ババコヤですね。そうですね。で、なんかね、置き物が意外と厄介。で、相手はマジアチョに苦戦してる。で、ムータは本当ババコヤ壊れるタイミングにね、出して回収したいんですけど、一旦しゃなし？合わす。で、まあ、高めに出しとくと、相手もポイズンをこう高めにも出したいって感じですね。で、積極的に陸出して、陸使わしてね。オッケーオッケー、ムート使った。で、ムートにはエリババを当てられれば、多分結構いい流れが組めると思います。いや、もう僕なんか、もうあれっすよね。コマがエリババとか取っちゃって。で、なんならタルババが多分、いやー、タルババが来ないのか？いやー、タルババ来る、ヒースピ。いや、全然、うまいこといかんかったな。いや、でもこれ、陸がきついんでね、相手は。これ、陸をね、バシバシ行ってあげます。ここで、またエリババかな。エリババ行ってあげたら、相手、陸、ムードしかないんで、マジで。あ、もう、陸切れですね、相手は。陸切れ。いや、でも、エレキの受け方、うま。さすがに、それうまいな。いや、でも、結構入ります。よしよしよし。いや、これを繰り返せば、僕は、あ、待って、これ、マジアチャでいけるな。マジアチャでちょっとめっちゃおしゃれなことしちゃおう。いや、来た、来た、来た。待って待って待って、あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと、これワンチャンやばい。あとマジアチャ一発だな。さあ、あとマジアチャ一発で決めたい男ですが、そんなことをしようとすると負けちまうので、一回ね、確実に守ろうとします。これ延命します。延命してあげて、あ、OK、OK、OK。耐える。よしよし。で、あれはまあ、タルババがある場合は耐えれそうなので、一回言うので攻めてあげて。よいしょ。いや、いいですね。さあ、マジでちゃう？残り10秒。ちょっとやばいが、最後に、マジアチャで射抜くチャンスを僕に。いや、グッドゲームですよ。エリババくん。いや、でも、エリババ大活躍じゃないですか。今見てる限り。普通に、今の環境、トップレベルぐらいで、ついんじゃね超雑だった。さあ、ARIA。わかんねえな。なんかの名前かな。さあ、今回相手は、メガゴー。まあ、メガゴーといえば今のデッキだったり、まあ、ラバだったり、なんかいろいろ可能性ありますね。なんか取れねきそうだな、あれ。いや、来ちゃったな、本当に。取れてねえかってなんだ。あー、まあ、ランバーだったらもう、あれっすよね、ミスターゴレ。ミスターゴレ説は否めない。よいしょ。さあ、まあ、陸を裂いたので、これムート出すだけじゃない？いや、ダクネがいいのかな？何ゴレだ？あー、ダクネでしたね。あー、僕のヒースピがさっきから下手。もうこれちょっとやばいな、なんか。キング起動が、さてはやばいっすね。
エリババさん、いやでもこれまあいけないことはないっすね。逆サイブッパがねどんぐらい止めるか、ダクね、ランバーのこれ始めましょう。じゃあバレてるかな、バレてるかなと思いつつやっちゃうやつね。バレてなかったか。でもタルババ来たらヒースピします。あ、ライトか。エリババはライトで結構ミリになっちゃうんすね。で次はダクネなので、まあムートハンターヒースピっていうすげえおしゃれなことをやる説ありますね。いきますよ。テデッテデッテー。ああ普通にゴレで受けられちゃった。これなんかハンター回復してほしいなお前。うわーでっけえ、そのハンターはでっけえマジで。さあとりあえずマジアチャとまあゴーストとかでいいかな。攻め取るねがワンチャンくるなこれ。ヒースピがこのタイミングで欲しいがない。まあここでヒースピを添えてあげて U のを走らせてあげて、よいしょ、ピピピ。あーまあ守れるのは守れるが、僕は攻めないといけないんですよね。さあこれあれだな、ゴレだな絶対。ここの位置釣れないんじゃね、ワンチャンライトかな。ロッコス、いやユニットサイター、いやこれあれだな、ブッパしないと終わる。ブッパで1本一旦折る、1本折ったが折られる。あこれやべえのか佐藤。佐藤やばい説がある。やばいのかコウモリが、コウモリがやばい。あ OKOK、 いやでも待って、やばい、待って、やばい、やばい、やばい、俺の、あ、終わった。あ、終わりましたね。え？ちょっと待って。ありゃ？なんか、終わりました。はい、G ショ。というわけで、まあ、最後、エレジャリでも勝てなかったな。てか、初手エリババ全然やってねえ。ごめんなさい。またやりますね。また、初手エリババ、ちょっと、今回引きが悪かったですね。はい。というわけで、ぜひね、このエリババ神器、まあ、ちょっと前に流行ったやつなんですけど、強いと思うのでね、皆さんも使ってみてください。では、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。